勝負の行方。弓取り打ち爪の光の弓がクロードの名を呼んだ。クロードは弓を携え敵の勢に果敢に挑む。蒙古の船乗りを打ち倒し、クロードは船を沖へと走らせる。魂は霧の中に消えていった。するとクロードを足止めしようと別の船が追いついた。クロードめがけて容赦なく火の矢の雨を降らせる。
霊魂となりこの世をさまよう弓取り無秩序クロードと手を結び光の弓を授けた。戦いを挑む資料兵はもういないようだ。この巻物、何を書いたものだったか。クロードが目指すのは残る資料兵の水軍、そして隊長スクバターン。クロードが降り立ったのは海賊たちの隠れ家。近辺の海賊たちがスクバタールに仕えるためこの地に集まっていた。スクバタールが対馬を制した暁には金銀財宝と住処を約束したのだ。
道の先から数えられぬほどの鬼がこちらに向かっている。奴らの狙いは一つ、クロードの首だ。Thank you.
され、その宝はクロードの手に渡った。バタールは倒れた。操られていた狩猟兵は成仏し、島から離れていく。クロードは勝利の喜びをかみしめたが、イオとの決戦が迫っていることは明らかであった。